南郷七丁目駅は北海道札幌市白石区南郷通り七丁目南にある札幌市営地下鉄東西線の駅である。駅番号は T14 札幌市営地下鉄で唯一の二面三線の地下駅である。二面の両ホームが中線を挟む形となっている。二面三線ホームがこの駅の象徴とされており、かつては駅スタンプのデザインも 三線ホームとなっていた。ホーム番号の振り方が変則的であり、北側の本線が1番で新札幌方面行き、南側の本線が2番で宮野沢方面行きとなっている。抽選は両方のホームに面しており、新札幌方面のホームが3番、宮野沢方面のホームが4番ホームとなっている。ただし3番ホームは、可動式ホーム柵の設置に関連して、 現在使用が停止されている。乗り場東西線での稼働式ホーム作の稼働、ワンマン運転に先駆け、当駅の4番ホームに機器のテストや訓練のために稼働式ホーム作が先行設置されることとなった。当初は2008年4月の利用開始が予定していたものの延期され、同年5月31日より利用を開始した。 札幌市交通局によると、2019年度の1日平均乗車人員は1793人であった。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。南郷7丁目バスターミナル1から3番乗り場は1982年11月10日に、共用開始した南郷7丁目バスターミナル。3番乗り場は校舎専用。 2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行時便を除く発着便数は、バスターミナル、路上停留所を合わせて177便。2020年4月1日現在、すべての路線が北海道中央バス。路線詳細は72と、白25は白石営業所、清志78は西岡営業所を参照。ありがとうございます。